皆さんこんにちは、ワンダルケルピーチです。では今回は提督の決断をパプギと PC 版ドイツ軍潜水艦縛りプレイ、それの続きをやっていきたいと思います。使える艦種を潜水艦に限定してプレイしているので、なかなか歯ごたえのある難易度でプレイの方を進めてきていますが、前回からですね、少しだけ時間を進めてまして、まずアメリカ方面なんですけども、アメリカの東海岸取ったのが前回だったと思うんですが、一つ先に進んでバミューダ沖まで艦隊進めています。でこの飛行場にはですね、一つしか設置ができないというものはあるんですが、それでも相当数の航空機を配備して、さらに潜水艦隊を配置しているという状態です。アメリカ方面に関してはこの後さらにですね、カリブ海からハワイ方面をね、伺っていければいいのかなというふうに思っています。でアフリカ方面に関してはですね、一度ジブラルタル海峡で蓋をしておいて、地中海を抜けて日本軍を助けに行こうかなというふうに思っています。日本がやっぱりちょっと苦しい状況に陥っているようで、なんとかね、この南シナ海、ここはですね、アルミはともかくお金、石油、鉄はかなりの量を取れるので、ここをね、日本軍が取れるようにアシストしていきたいと思っています。そのためには実はですね、今、ここ、アラビア海にイギリス軍の艦隊が傷ついているとはいえ、集結しているようなので、まずこのアラビア海を突破して、インド洋を抜け、シンガポールを通り、日本を助けに行こうと思います。では早速、時間を進めていきましょう。まず、セレベス海海戦なんですけども、うまくですね、日本軍がイギリスの第7艦隊壊滅させてくれましたね。軽空母リュージョを失ってますが、セレベス海を取れたのは大きいんじゃないかな。これで南シナ海をね、包囲する体制というのがまた一つ膨らんでくれればいいのかなと思います。では我々は航海に進出して敵の艦隊を壊滅させていきましょう。まあ早々に一つの飛行場を破壊したいので、違うな、ここは防衛線ですね。航海から2個艦隊が侵入してきたという防衛線ですね。そうか、防衛線か、ちょっと想定してなかったな。確かにイギリス軍の艦隊大集結してましたからね。そうすると、この揚陸艦出してきちゃいましたけど、早々に揚陸艦は撤退してもらいましょう。いや、撤退じゃないな。撤退すると逆に、万々が一、基地がやられた場合に危ないので、端っこに対してもらいます。で残っている潜水艦隊で敵を迎え撃ちましょう。まあ、飛行場の近くで待ち受けるというのがいいかなと思いますので、飛行場近くで敵を迎え撃ちます。そうか、主力の潜水艦隊は今、航海からアラビア海に向けて、進軍を行っているので、ここを守る艦隊戦力がむちゃくちゃ少ないですね。ここをピンポイントで狙ってきたのか、やるな。とりあえず航空偵察出します。まあ、敵をいち早く発見したいですからね。さあ、敵艦発見してまーす。まずは空母から仕留めていきましょう。では爆撃機隊を出します。まあ、相当数の爆撃機配備してあるので、まあ、心配はしていないんですけども、まあ、いかんせん敵は大型艦がいっぱいいるので、この大型艦をね、うまく仕留めていかないといけないのかなっていうね、点はありますからね。はい、今回の防衛戦ですね。敵の戦艦、空母撃沈しています。味方の方は潜水艦を5隻失ってます。これは早々に補充しましょう。さあ、問題のアラビア海、ここですね。敵の飛行場は全部で3つ。これ潜水艦固まって行動しましょう。あえて固まって行動して敵の艦隊をね、撃滅するというのを優先します。発見したら
3個の潜水艦隊で敵を一気に壊滅させるっていうね、ちょっとそういう作戦でいきたいと思います。さあ、敵の艦隊発見してます。ちょっとあんまり向きが良くない感じですけど、第1第2艦隊が到着するまでの間、今画面に映ってる第3艦隊でなんとか敵を減らしていきましょう。まずは敵の駆逐艦ケージュン、まあ、つまり潜水艦に攻撃をしてくる可能性のある人たちからですね、攻撃を加えていきましょう。味方の潜水艦やっぱり夜にね結構ダメージ受けてしまって半分ぐらい失ってしまってますが、逆に敵の艦隊はほぼ壊滅できたと思いますので、次のターンで、うまくですね揚陸艦を投入していきたいと思います。はい、敵の艦隊は壊滅させています。一方で味方の方もね、ご覧のように半分ぐらいが沈んでしまっているので、早期決着させる意味でもこのアラビア海は、しっかりね攻略の方頑張っていきたいと思います。お、ここで酸素魚雷が完成したか。酸素魚雷に関しては開発が完了したらその場ですぐに前線も含めて全ての魚雷搭載しているものにね反映されるものになるので期待をしています。追尾魚雷とかが出てくるとねさらに効果が期待できるのかななんて思うんですけどね。さあ、アラビア海の戦力なんですけども、うわ嫌な感じだよな。潜水艦が4、ここにも全部で8入ってるので12隻の潜水艦が入り込んでいる形ですね。この12隻の潜水艦をどうやって、用意、まあ、逃げ切るかというところですけど、このイギリス軍の第3艦隊に関してはマラッカ海峡に撤退するみたいですね。なのでこの4隻の潜水艦、第1艦隊に所属する4隻の潜水艦をうまく始末をつければこのアラビア海攻略も可能かなというところですかね。では艦隊送り込んでいきましょう。船は潜水艦を作ります。揚陸艦よりも今は潜水艦の数を増やしたいと思います。潜水艦を増やして前線に送り込んで、潜水艦の犠牲で敵の艦隊を減らした後に揚陸艦を投入するっていうね、この戦術は変更しようがないので、今回のプレイスタイルからすると、とにかく潜水艦の数をね、確保していきましょう。今回も潜水艦隊投入しますが、前回と違うところは揚陸艦ですね。これを今回、少し数増やして投入します。できれば2つ、最低1つ、アラビア海のね、飛行場を叩いておきたいというふうに思います。では出撃です。連合軍、まあ、つまりここではアメリカ軍だと思いますけど、日本近海に侵入してきたのか。ちょっとヒヤッとする形ですよね、これ。まあ、日本軍守りきったようですけど、損害が大きいな。アメリカ軍のはただ、正規空母、相当数失ってますね。まあ、日本なんとか守ったって感じなんで、ちょっとしっかり支援していかないと日本が先に潰れちゃうかもしれないな。急いでここ攻略進めましょう。まずは揚陸艦、そうだな、全体の半分ぐらいちょっと贅沢に使ってでも早々に敵基地一つ潰しましょうか。無事にたどり着いてくれることを信じて、全部で8隻をですね向かわせます。で、残り10隻揚陸艦残ってるんですが、これは現地待機、現地待機というかその場待機ですかね。その場で待機させます。まあ、とりあえず敵の潜水艦4隻いるのは確認しているんですけど、その4隻の潜水艦に仮に見つかったとしてももう突入を行います。で、夜であれば敵の潜水艦もね、索敵能力かなりしょぼいと思われるので、ここはですね、もう夜のうちに、まずは飛行場を一つ、潰そうという作戦ですね。さあ、揚陸艦から
ダイハツが出たら撤退していきます。まずは一つ目の飛行場の破壊完了してます。そしたら撤退しつつですね、敵の艦隊発見しているようなので、敵の艦隊との戦いに入っていきましょう。潜水艦が現れましたね。潜水艦からは逃亡を図ってもらいます。うまく敵の潜水艦をね、引きつけることができれば、敵の基地近くに潜水艦がいないっていう状態も作り出せそうなので、もう揚陸艦を出した用済みの、もう陸戦隊を出した用済みの揚陸艦に関しては、いっそのことおとりに、ね、なってもらうっていうのもありかもしれませんね。お、敵の艦隊発見した。ここは敵艦隊を叩いていきましょう。まずは怖い怖い駆逐艦から刈り取っていきます。その後ね、空母などと大型艦をじっくり仕留めていきましょう。もう酸素魚雷積んでるので、駆逐艦であれば当たれば一撃死できると思います。あとは一撃で決められるかどうかですね。よし、駆逐艦を仕留めた。あとは大型艦ですね、空母軽空母、このあたりはじっくり時間をかけて仕留めていきましょう。さらにここに敵の大型艦がいるな。こっちの大型艦も仕留めに行ってもらおうかな。空母は壊滅させてます。あとは戦艦部隊の方に目標変更していきましょう。うまくおとりとなってくれている陸戦隊を下ろした揚陸艦がいるので、この隙に敵のね、残り2つの基地、これを攻略できれば一番いいパターンに、ね、なるかなと思うので、そういう形で進めていきましょう。おっと、ここに敵の戦艦部隊がいたか。ちょっとこれはきついな。ここに戦艦部隊は想定してないぞ。ちょっと急いで逃げましょう。完全に今日疲れた形になるので、なんとか逃げ切ってもらいたいだ。いや、こんな大部隊がまだ敵にいたとは思わなかったな。完全に迂闊でしたね。もう敵はいないものだと思い込んで、揚陸艦を前進させてしまいましたけど、爪の甘さが出ちゃったな。もうちょっとここは陸戦隊無理してでも投入しましょう。5隻まで減ったか。ちょっとまずい運用だったな。残念ですけど、まあしょうがないですね。いや、もう敵が殺到してきてんだ。ちょっと味方の揚陸艦で大損害が出てますけど、なんとかね、敵の艦隊だけでも壊滅させましょう。二つの飛行場は破壊できたので、あと一個の飛行場を次のターンで確実に仕留めるっていうのが重要ですね。まあ、イギリスは多分今4カ国中最も豊富に資源持ってると思うので、まだまだね、艦隊潰しても蘇ってくるっていう戦力なので、まあ、ちょっと今回揚陸艦ほぼ壊滅すると思いますけど、この揚陸艦こんだけ失った損害っていうのがね、どれくらい響いてくるかっていうのはちょっと怖いところではありますね。では損害状況を確認します。揚陸艦が12、3隻、もっとですかね、沈んでますね。潜水艦の方は、1隻大破している以外は完全に生還しています。では飛行場残り一つですね。次のターンで確実に仕留めましょう。
では先ほど沈められた揚陸艦を40隻体制にまで戻します。で残ったお金と資源は潜水艦に使っていきましょう。今回日本へは鉄がね全く不足しているようなので鉄を5000送りました。まあ、正直言って資源はですね余り始めてますね。お金がちょっと足りないのでそういう意味ではシンガポールは抑えたいかな。シンガポールはねむちゃくちゃお金が取れる場所なので、まあ、実際国際金融都市なんか言われというようなことも言われている通り、このゲーム上でも設定はむちゃくちゃお金が入ってくる、そういう拠点になっているので、そこは抑えましょう。で失った揚陸艦も含めてですね、艦隊は常に投入をしていきます。今の艦隊ちょっと自分でも今の状況完全に把握しきれてない部分あるので確認しましょうか。まず第一艦隊ですね、これジブラルタル海峡に入っています。第二艦隊、これこの後アラビア海に入って第2波第3波と攻撃してもらいましょう。第三艦隊は傷ついたものを収容してイタリア近海、まあイタリアでね修復します。第四艦隊は航海移動中、第五艦隊はバルト海で今作ったものですね、これは最前線航海まで進んじゃいましょう。第6艦隊、バミューダ沖です。これ、アメリカの方で頑張ってもらってます。小破、中破しているもの、どっかのタイミングで回復させたいですね。第7艦隊、これはこの後、アラビア海に進出。第8艦隊、イタリア近海で修復完了しているようなので、航海に移動させましょう。第9艦隊、これも航海で待機。第10艦隊、バルト海に入って、新しく作ったものなので、前線に移動させます。第12はジブラルタル。第13艦隊はスペイン沖から航海に移動中ですね。で、第15艦隊が潜水艦隊でアラビア海、次のターンで入ってもらいます。日本軍はどうだろう？末森とかあまり見ない方の正規空母できてますね。日本第一艦隊の旗艦。うん。まあ、搭載できる航空機の数も90部と多いですね。ただ航空機が乗ってないのが気になる。きっとアルミがないんだろうなっていうのが想像つくので、なんとか、アルミ石油送りましょう。そう考えるとどうだろう、今回物資援助アルミの方がいいのかな。ちょっとアルミ送ってあげましょうか。両方送れると一番いいんですけどね。ではアラビア海、ここで絶対に取る。残ってる敵の飛行場一つ、ここに、全て集中していきましょう。んー、いきなり敵艦隊発見か、やだなー。いや、もうここは突入戦を行うしかないな。犠牲を覚悟の上で揚陸艦を敵の部隊にもう近づけましょう。もう残念ながら敵に発見されてしまってるっていう状態なので、もう逃げ隠れできる状況ではないのでしょうがないですね。まあなんとか何隻かでもいいので生き残ってくれたらいいなっていうところかな。うわ、潜水艦隊もいるわ。さあ、うようよしている敵の潜水艦をなんとかくぐり抜けて、少数ですけど揚陸艦が近づいてきましたね。ただこのタイミングで夜明けを迎えているので苦しいな。さあ、そんな苦しい中ですけど、ちょっとでも多くの揚陸艦が陸戦隊を発進できるところまで近づけていきましょう。揚陸艦を出したら生き残ってもらうために撤退してもらう。よし、工場を破壊した。あとは残存している敵の艦隊、まあ、潜水艦が残っている場合はね、潜水艦はもうしょうがないので、水上艦がいるようであれば水上艦を取り逃さないようにしっかり潜水艦で索敵してい、きたいと思います。はい、アラビア海ですね、制圧完了しました。損害は大きかったですけど、アラビア海まで進出できたのは大きいかな。あとはインド洋をシンガポールと軍を進めて、お金を手に入れて
さらに日本軍もね、支援をしていきたいと思います。